行こうぜ。私がついていこう。自分の力が必要なのでありますね。こんにちは。どうです？受けますか？頑張ってくださいね。よし、行こう。本気で行くよ。怪獣に敵がいるみてえだ。慎重に進もうぜ。はぁ、いらっしゃい。よいしょっと。急げ、アゲハイダー。命中。敵が来るぞ。気をつけろ。エース、これならどうだ。くらいな。せーの。みんなに期待に応えなきゃ。それ。みんなが来てるんじゃないか。強そうな奴が来るぞ。気をつけろ。成敗するやつ。これならどうだ。さあ行こう。よっ、そんな負けない。ごめん。よっ、ここで決めるよ。わかった。かっこよかったです。大きな敵が何の殿でありますよ。はっ、スライムか。逃げられる前にやっつけねえとな。の胸だ。やっつけちまえ。バシッと決めるよ。じわじわと削っていくぜ。強そうな奴が来るぞ。気をつけろ。進歩した方がいいんじゃねえか。どうすなよ。いい調子。やるじゃねえか。この手に立てたでありますか。スライムか。逃げられる前にやっつけねえとな。敵が襲ってくるぞ。準備はいいか。いい調子だな。このまま押し切ろうぜ。キラリ、パワー全開、いくよ。やあ、こっちこっち、行くであります。はあ、またね。もうひと踏ん張りだ。頑張ってくれ。強そうなやつが来るぞ。気をつけろ。いい調子から。
通り片付いたみてえだな。すげえ活躍っぷりだったぜ。はっ私たちは負けないよ。どうも。ざっとこんなもんだぜ。こんにちは。カタリナさんたちのおかげでお薬ができました。お医者さんはもうすぐ良くなると言ってます。今日はベッドから起きてお絵かきができるようになりました。早く良くなってほしいな。今度よかったらポルカに遊びに来てください。タルケンとキーナより。団員のみんなと自警団の人たちで手分けしてレフを探すことになったわ。なかなか見つからなくて長い時間が過ぎた。そんな中、滑り落ちたような靴跡を見つけた私は崖下で膝を抱えて小さくなってるレフを見つけた。ちょっとすりむいたみたいだけど大きな怪我とかはないみたい。ひとまず見つかってよかった。あたしが旅の気空団だって伝えると安心したんだと思う。大泣きしちゃった。きっと町の人に何か思うところがあってそれで素直になれないんだよね。だったらよそ者の気空師の私だからこそできることがあるはず。ねえ見て、とっておきの魔法。こんな時こそ師匠直伝の魔法の出番よ。私は何も持っていない手のひらを見せて取り出したハンカチでその手を包んだ。ハンカチを取り除くとあら不思議、手には美味しそうなお菓子が握られているってわけ。わあ、お菓子だ。はい、あげる。美味しそうにお菓子を食べて、それからようやく落ち着いてくれたみたい。ありがとう。普通の子供だったらこれで元気になるんだけど、またすぐにうつむいてしまった。やっぱり帰るところ、フォルカに何か問題があるのかしら。私は
レフが笑顔を取り戻すまで付き合ってあげようって決めた。彼女の願いですか。カルセダは思い返すように語る。彼女は昔から本当に花が好きだったという。鉱山でむさ苦しいテンペールの町をいつか花で埋め尽くしたいんだといつも言っていたそうだ。カルセダはそういえばと彼女が大事に育てていた秘密の花畑があったことを口にした。しかしカルセダには内緒にされていたからその詳しい場所まではわからないらしい。時折彼女はフォルカの近くの森に出かけていました。多分あの森のどこかに。一丁探してみるか。俺はグラスに残った酒を一息で飲み干した。酒場を出ると雨はすっかり止んでいた。空気はまだジメジメしていたが、眩しいぐらいの日差しに目を細める。太陽を背にして森の方に目を向けると、遠くにでっけえ虹ができていた。来る日、シュネーは窓から寂しそうに外の景色を眺めていた。薬が効いてるみたいだな。一安心ってとこか。先日はお騒がせしてすみませんでした。お招きしたのにろくにもてなすこともできず。気にすんな。そもそも絵を見せてくれって押しかけたのは俺様たちの方だしな。それでもです。ありがとうございました。アトリエにある絵は全部妹が描いたものです。自由に見ていってください。この前来た時はドタバタしてよく見られなかったが、部屋の中には大小たくさんの絵が所狭しと飾られていた。俺様は絵画の専門家じゃない。だがそれでも躍動感あふれる力強いタッチは見ているだけでみなぎる活力を感じさせた。何か心に訴えかけてくる、そんな絵だ。描きかけの絵もたくさん置いてあった。そのどれもこれも病弱な人間が描いたとは思えないほど生命力にあふれている。そういえば店で買った材料を顔料にする説明がまだでしたね。ハイメルは手元に用意した顔料を丁寧に練り合わせていく。錬金術では取り扱わない定色反応だ。興味深い。なるほど、あの素材はこんな色にもなるのか。ハイメルが作成した絵の具をシュネーに渡すと、彼女は凄まじい集中力で絵を描き始めた。彼は妹を慈しむような眼差しで見つめる。妹には本当に才能があると信じてます。もっといろんな人にこの絵を見てもらいたいんです。随分と妹のことが好きなんだな。かつて俺様にも妹がいた。それはとても大切な。お恥ずかしい話です。これで病が解放に向かってくれたらいいんですけど。裕福な生活とは言えないつましい生活。それでもハイメルは幸せそうに笑う。その振る舞いはきっとシュネーの苦しみを和らげるに違いない。病に伏して弱っているとき、そばにいてくれる家族が
どれだけ勇気を与えてくれるか。俺様はそのことを身をもって知っていた。祈るなんてことは無意味だ。神と呼ばれた聖少女も幾度となく足蹴にしてきた。それでもこの兄弟に幸多かれと思っちまうのは、少しばかり感傷的になっている証拠だろうな。またどうぞ。これはなかなか。お伺いしますよ。どの武器を強化します？お任せください。大成功です。お任せください。お任せください。うまくいきましたね。お任せください。大成功です。お気をつけて。グランサイファーの乗組員の方々ですね。出航しますか？はい、出発します。気流が不安定になっています。航行の際は十分にご注意を。なあ、どうするのかもう決まってるよな。この空を救う。はい、
みんなの力を合わせればきっと大丈夫です。空の島々、仲間との出会い、そのすべてがかけがえのないものだ。何としても守らなくてはな。星の民リリスに、大聖少女アンラマイン、厳しい戦いになりそうね。厳しい戦いなんて今更じゃない。何があっても私たちは負けないんだから。待ってろよ、ベンリアの兄ちゃん、絶対助けてやるからな。みんなで頑張りましょう。なんつう迷いのない飛び方だよ。実にらしい選択だ。星神に真正面から対抗できるのはあいつらくらいなもんだからな。ほっとしてねっつったら嘘になる。大きな借りができたな。さて、俺たちも仕事にかかるとするか。ちょっといいか。さて、何かに使えそう？ローランのやつ、城でのゴタゴタでこいつを落としたみたいだよ。戻ってきたら返してやんねえとな。まるで風が怯えてるみてえに気流が不安定だ。だがグランサイファーならいける。ようやくルリアを取り戻した私たちは次なる問題に直面する。目的の達成を目の前にしたリリスはもう止まらない。今この空で彼女に対抗できるのは私たちだけだ。だからここでリリスの強行を終わらせることはきっと私たちの使命なんだ。終末を告げるかのような禍々しい塔、私たちは迷いなく決戦の地へと飛んだ。こんな色の空は見たことがねえ。全部リリスとアンラマイユの仕業なのか。リリスはこの塔を星の世界への架け橋となる祭壇と言っていました。ゲートを開くのはアンラマイユ。この塔はおそらくその補助を行うものなのでしょうね。ゲートを生み出した光は頂上から出ていました。塔の頂上を目指しましょう。こんなもん作り出しやがって。このまま放置はできねえ。リリスを追うぞ。よし、
ただき。それにしてもなんだこのよどんだ空気は。気がめいってくるぜ。なんだか拒絶されてる感じ。よいしょ。おお。なんだこいつは。いきなり現れたが。あれはアンラマンユの一部です。てことはやっぱりただじゃ通してくれねえってわけかい。増えたぞ。小さいがこれもアンラマンユなのか。こっちは実体があるみたいです。レンジ攻撃できるかもしれません。やっ、アーマーブレイク。やっ、うおっ、なんだってんだ。空間に穴が開いてるぞ。穴に飲み込まれた。さっきと同じ場所に見えるけど何か様子が違うわ。ねえ見てちょうだい。さっきの分体が実体化しているわ。穴の中だと攻撃できるってわけか。やってみるとしようや。大きいのを攻撃するならもう一度穴に入りましょう。だが真っ暗で進むのは難しそうだな。もう一度穴に入り元の空間に戻ってはどうだろう。道を塞いでいたやつは消えてるぜ。これで先に進めそうだな。通常の空間から干渉できないなんてアンラマンユの門の力の一端なのかしらね。だがこの場は突破できた。攻略の糸口がつかめたと思っていいだろう。悲鳴が聞こえる。これはゼガグランネの島々の。また出たぜアンラマイヤの分体がよ。さっきと同じようにやってみようや。まず小さいのが出てきたらそいつをぶっ壊すんだ。何か出てきやがったぞ。今度は何だ。人の体が この形をしたもの。これもアンラマンユの力とアダマ。これならやっ、こら、はっ、デッキテイブレイジ。やっ、やっ、この空間の薄暗い場所は足を踏み入れると危ないかもしれないわ。人が活動できない領域なのかもしれない。機械で照らされている範囲で戦おう。これで通れるわ。やれやれ、道を開けさせるだけで一苦労だぜ。何かな。おお。シェロちゃんも応援してます。バッチリ記録します。
ークの残骸のようなものがあちこちに。まさかこの塔、人の住む島を材料に作られている。よいしょ、いい感じ。私は後だ。まずはこいつを倒す。ヒドさん、レイジ、ありがとうございます。抜け抜けとこの野郎。細かいことは後で聞かせてもらうぜ。ルリア、下がっている。はい、まるで嵐の中だ。手も足も出ねえぞ。今は耐えません。反撃の機会が必ず来るわ。攻撃がどんどん激しくなってくるよ。みんな、頑張ってくれ。フラカーンはこっからが本番だったな。とことんまで相手してやら。
やったな。みんな無事か。こっちは大丈夫だ。しかしあいつはどうする。止めたいんですよね。私そばで見ていて思ったんです。井戸さんにとってリリスさんは大切な人なんだろうなって。大切な人がいけないことをしようとしてたら止めたいって思うはずです。母上は、リリスは誰も望まないことをなそうとしている。俺はリリスを止めなければならない。これは俺の責任でもある。一時休戦だね。リリスを止めるってんなら目的はオイラたちと同じだろ。だったら一緒に行こうぜ。俺はお前たちの敵だった。許されないことも。でも最後は守ってくれました。昨日の敵は今日のって言うだろ。分かった。共にリリスを止めよう。よろしく頼む。守ってみせる。よろしくな、井戸。ああ。もうちょっと愛想よくはできないのかしら。すまない。ねえ、リリスって井戸のお母さんなんだよね。ああ。何かな。育ての親だ。これはなかなか。命の恩人でもある。いいのか、その母に剣を向けることになるか。覚悟の上だ。どんだけ割り切ったつもりでも難しいもんだぜ、親子の間柄ってな。そうかもしれない。だが俺の手で決着をつけたいんだ。親の過ちを正すのもこの責任ということか。ならば君の思いを尊重し信用もしよう。そういえば井戸、あなたと戦った時に見せたあの異様な姿は何だったの。オイラも気になってたんだ。尻尾まで生やしてまるでトカゲみてえだったぜ。トカゲではない。あれは俺に宿る竜の力の一端らしい。幼い頃から訓練され、力の扱い方をリリスに教わった。守るための力になると自分を納得させてきたが、最初見た時は驚いたがよ。今度はその力でリリースをぶっ飛ばしてくれりゃいいさ。あの、井戸さん。なんだ。お礼を言わせてください。教団に捕まっていた時私を守ってくれたこと。礼など、そもそもルリアをさらったのは。そうなんですが、私がこうして戻ってこられたのも井戸さんがみんなに協力してくれたからです。リリスに囚われたままだったらもうこの世界からいなくなっていたかもしれません。そうか。皆さん頑張ってください。保存しておきました。保存くれぐれもお気をつけて。you
よいしょ。おお。ご用件は？森の奥深く、私はレフに直接聞いてみた。どうして逃げたりなんかしたの？最初はちょっと戸惑ってたけど、真剣に聞く私の顔を見て少しずつ話してくれた。僕のお父さんとお母さんはテンペールのお医者さんだったんだ。どうやらテンペールで暮らしてた時は笑顔の絶えない家族だったみたい。でもフラカーンが暴走した時に家をなくしちゃってフォルカに移り住んだんだって。本当に大変なのはそれからで、両親ともテンペールで被災した患者につきっきりでろくに休めない日々を過ごしてるんだとか。そうこうしているうちに無理がたたったお母さんが倒れちゃったそう。レフが無理しないでってお願いしても、私たちがやらなければいけないのって言って毎日毎日診療を休まず続けてて。町の人を治す人なのに自分が倒れちゃダメだってお願いしたんだ。でも聞いてくれなくて。この子の悩みは寂しいからとか遊んでほしいからとか、そういう自分本位じゃないものだった。レフは偉いね。お父さんとお母さんのこと心配してたんだ。うん。私はレフの言葉を聞いてようやくその気持ちを理解できた。親に無理してほしくないって気持ちはよくわかる。私も師匠が無理してる姿は見てられなかったから。レフは心の底から両親のことを心配してた。私がレフと同じ立場だったなら、やっぱり両親のことが心配でたまらなかったと思う。お父さんやお母さんが心配な気持ちはわかるわ。人のことを心配できる子に育ってくれて、きっと二人も鼻が高いんじゃない？でも。でも、何？まだ何か思うところがあるみたい。僕はお父さんやお母さんみたいな立派なお医者さんになりたいんだ。でもお母さんが倒れた時思ってしまったんだ。町の奴らに利用されてるだけなんじゃないかって。いつの間にかフォルカの人たちが信用できなくなってた。それでこんなことを思ってしまう自分はもう両親のような立派な人間になれないんだって。レフは地面を見つめながら本当の気持ちを教えてくれた。私もレフの気持ちに応えなくちゃ。そう思って自分の両親のことを話すことにした。彼は黙って話を聞いてくれた。私の両親も流行り病を何とかしようと頑張って
無理をして死んじゃったから。レフの気持ちは本当によくわかるんだ。彼と同じようにひどく塞ぎ込んで、いろんなことを恨んでしまったこともいっぱいあった。でも、だけど、ちょっとだけあんたが羨ましいかも。だって、お母さんもお父さんもまだ生きてるじゃない。こうしてる間も町の人たちは、レフの両親は心配してるはず。危険な森の中を必死で捜索してるかもしれない。そこまで話して、レフはようやくこの状況に気づいてくれたみたいだった。ごめんなさい、ごめんなさい。何言ってんのよ。謝る相手が違うでしょ。あとは町に戻ってちゃんと話せばきっと大丈夫。だって誰も悪くないんだもの。良い一日を。よろしくな。よし。